皆さん、おはこんばんちは。ゆっくり妄想実況、第2回目、ラビエンテ主催の巻です。前回では、ハッシュ、帯場の妄想実況を行いましたが、ウプ主が途中で飽きたために、中途半端に終わってしまいました。そんないい加減な、ウプ主ですが、また今回もよろしくお願いします。なおこのゆっくり実況では敵の動きを紙一重でかわす、スーパープレイヤー、モンスターの動きを調べるという動画ではありません。もしもウプ主が実況をしていたら、こういう実況をするかなという、妄想実況です。よりリアルな妄想をしていただくために、画像はカットしています。皆さんの豊かな妄想力で補っていただけたら幸いです。別に数ヶ月前からか金が切れているから、クエの動画が撮影できないなどという、不届きな理由ではありません。それでは今回もよろしくお願いします。今更ラビエンテかよ。もうすでに他のウプ主様がたくさん動画上げてるだろ。どうせだったらハッシュモンスターとかウンコナウとか、旬のモンスター取り上げろよ。視聴者様もその方が喜ぶはず。運営様も GQ、解禁までユーザーを飽きさせないように、いろいろと新モンスター出してくれてるんだから、実況するお前もそれに応えろよ。あるお偉い人も言っていただろう。今年は皆さんの要望に応える年だって。だったらお前も応えてみろよ。とりあえず課金してこい。ゆうちょ銀行に預けてる金、全部ハンコインに変えてこい。それが済んだらアコム行ってこい。融資額いっぱいいっぱいで金借りてこい。全部ハンコインに変えてこい。ついでにプレステ3売ってこい。プレステ3はモンハンフロンティアできないから必要ないだろ。売った金でハンコインに変えてこい。運営様もユーザーの声に全力で答えてくれてるんだから。お前も全力で答えたこい。各地区の全力を見せてやれ。やめてやめてプレステ3売っ払っちゃうのだけはマジ勘弁。プレステ3はフロンティアできないけどモンハンサード HD あるからそれで許して。それじゃあそろそろラビー、開催しようかしら。32人人を集めなきゃ話になんないから。まずは募集？ラビエンテ、行きませんか？あと30人、ここ。え？あと30人って俺も頭数は言ってるわけ？もちろんじゃないか。実況動画に出て、そのまま参加しないで帰るつもりだったのかよ。この間の帯番と君たく、秘伝防具様がゴミのように吹き飛ぶところ見に来ただけなのにな。やべ思い出したらまたおかしくなってきた。プププププププ。ゴミのように吹っ飛んでないもん。全部紙一重でかわしていただろう。嘘つくな。帯場が投げ払いブレスしてきた時に無様にすっ転んで、直撃してたじゃないかよ。おぶーって変な声出してたじゃないか。思い出したらまたおかしくなってきた。ププ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 プ。それお前が足引っ掛けて転ばせたからじゃないか。しかも起き上がりに合わせて投げ払いブレス被るようにタイミング狙いやがって、思わずおぶーって言っちゃったじゃないかよ。今日はお前をおぶーって目に合わせてやる。なんだかんだ言ってるうちにラビーの参加者増えてきたな。今7人か、まだまだ足りないな。これもっと頑張って募集しろよ、このおぶーやろう。お前の募集の仕方が下手っぴだから参加者の集まり悪いんだよ。俺が見本見せてやるからよく見てろ。ラビエンテ、凶暴気、おっぱい大きくてエッチな装備の女の子もたくさん、ここを。もしかしたらポロリもあるかもよ。ほら見ろ、あっという間に人が増えて27人になったぞ。みんなおっぱい大好きなんだよ。このおっぱいフェチどもやめてやめてー、もうそんな募集の仕方マジやめてー。ラビエンテは怖いところだからそんな募集してたらケツの毛から恥ずかしい精液まで全部晒されてしまうわ。頼むからマジやめてー。気にするな、礼には及びません。当然のことをしたまでです。ウプ主様の仰せの通りに。さあご覧なさい。ウプ主様を見るあの群衆の尊敬の眼差しを。いやあの目はどう見ても尊敬の眼差しと鉢が埋めよ。明らかに今ステータスチェックして名前とか ID とかメモしてるはずよ。仕事が早い人はすでに掲示板に書き込みしてる最中かもしれない。やばいよ、晒されてしまう。ケツの毛から恥ずかしい精液まで晒されるー。安心しろ、もうすでに俺がお前のこと掲示板に書き込んどいた。ケツの毛から恥ずかしい精液。この間の帯場でおぶーってなってる顔写真もウプしといた。よかったな、これでお前も有名ハンターだぞ。ちょ待て待て、お前なんてことしてくれてんのー。嘘ぷー。とりあえず今27人だから残り5人募集してやるか。ラビー行きませんか。お尻がプリプリキュートなマッチョいっぱい。ガチムチ大討伐、ここー。うわーすげー、あっという間に5人来た。こいつらみんなマッチョ好きかよー。
どんだけガチムチ好きなんだよー。お前なんて失礼な募集してんの。今来た5人の人もラビー用の装備に着替えたりなんだりで遅くなって、やっと着いた時にお前が変な募集かけただけだろうがー。勝手にマッチョ好きに任命するなよー。お前何5人のステータスチェックして名前と ID メモしてんの。掲示板にさらす気かよー。ラビーは怖いところだ。